KFW とは訳は、ドイツ連邦共和国の国営金融機関。正式名称は、KFW バンクングラップで、KFW は、クレディチューンスタウルトフィュア・ウィーダーウフブオの略である。本部は、フランクフルト・アム・マイン。ヘルマン・ジョゼフ・アブス、インデア KFW1949。KFW は、KFW 法に基づく組織である。 KFW の資本の80%は連邦共和国が所有し、残りの20%は連邦州が所有している。KFW でフランクフルトアムマイン KFW 法に基づき、中小企業、自由業、企業、ベンチャーキャピタル、住宅供給、環境保護、インフラ整備、技術革新及び国際開発協力等の融資による女性事業の実施、地方機関、 特定目的組合への融資、教育、社会的目的を持つ施策への融資、並びに欧州投資銀行や欧州連合の経済利益促進の分野で融資を行う機能を有している。事業分野は以下の通り、日本でも再建の発行を活発に実施している。ドイツ銀行のヘルマン・ヨーゼフ・アプスが会長だった。早々たる経営陣から3人の重役を挙げる。まず、 ドイツ郵便連合の会長を務め、西ドイツ経済が作奏、混乱する中ドイツローソ連合の長となった、エルンストブライトである。もう一人は、ユダヤ人のバルター・ヘッセルバッハだが、ティッセン、クルップ、フォルクスワーゲン、ザルツギッター、ルール石炭の重役を返歴した。さらに RWE の副会長を経験し、ドイツ以外の銀行でも活躍した、グローバル人材である。 例えば戦前には、ドレフィス銀行に勤めていたが、戦後テルアビブのイスラエルコンチネンタルバンクリミテッド、ルクセンブルクのイスラエルヨーロピアンカンパニーなど、様々な銀行で会長だった。そして3人目のギュンター・サスマンシャウセンである、ドイツシェル、ザルツギッターの重役でもあった。https WW、www.kfw で、 ダウンロードセンター、KFW5Z 運と殺運ゾービ、ジェッシュパーセント C3 パーセント A4、フットソードナンジェン、KFW5ZDPDF ハットアドレス、PO ボックス37,406、65、ロートシルトブルバール、電話アビブヤッファ61,373パリケ、ロスチャイルドのエドモンが社長。エドモンは、テルアビブのイスラエルゼネラルバンクでも、 社長を務めた。ありがとうございます。